皆さんこんにちは、猫背のアジト理学療法士の小峰武明です。今日はこちらですね、ストレッチポールを使って寝ないで実践する呼吸、肩周りが楽になるストレッチポールエクササイズをいくつかご紹介しますので、ぜひ皆さん一緒にやっていきましょう。横向きに置いたストレッチポールに両手を置き、前方に転がすように肩のストレッチを行っていきましょう。息を吐きながら前に転がし、息を吸いながら元のポジションに戻していきます。余裕がある方は手のひらの向きを天井方向に向けていくと、さらに効果が高まっていきます。ラスト1回、前に転がし、ゆっくりと元に戻していったら、続いて背骨までしっかりと伸ばしていきましょう。肩のストレッチ同様、こちらも5回連続で行っていきます。息を吐きながら前に持っていき、息を吸いながらゆっくりと元のポジションに戻していきましょう。慣れてきたら徐々にポールを転がす位置をさらに前方向に進めていき、ストレッチ効果を高めていきましょう。肩が痛い方は無理をせずに、手のひらを床面に向けることで少し楽に実施することができます。ゆっくりと元のポジションに戻し、頭が最後になるように体を起こしてください。続いて胸の前のストレッチを行っていきます。ストレッチポールを立てて、ストレッチポールの上に手を乗せるようにしていきながら、胸の前を伸ばしていきましょう。息を吸って一度楽にして、吐きながらさらに深くストレッチをしていきましょう。息を吸って元に戻し、吐きながら胸の前を伸ばしていきます。続いて胸の前を伸ばしながら手を前後に動かし、動的なストレッチへと変えていきましょう。ここからさらに肘の動きを加え、小胸筋や肩甲骨へのアプローチを加えていきましょう。肘を引く角度を変えていくことで、さまざまな筋繊維にストレッチをかけていくことが可能になります。さまざまな角度を試していきながら、ご自身の硬い場所、動かしやすい場所、そういった部分を探しながらストレッチをしてみてください。それでは動きを止めていただき、反対の手で同じように行っていきましょう。まずは胸の前のストレッチからスタートしていきましょう。息を吸って吐く息でしっかりとストレッチをしていきましょう。ご自身の楽な呼吸に合わせてストレッチをしていってください。続いて胸の前を伸ばした状態で手を前後に揺らし、動的な前胸部のストレッチを行っていきましょう。ここから肘の曲げ伸ばしを追加していきます。肘を引く角度を変えていきながら、いろいろな繊維に対してストレッチを行っていってください。特に苦手な角度がある方は、その角度で何度もストレッチを行うことが望ましいです。それでは動きを止めていただき、楽な姿勢をとっていただいたら、続いて脇腹のストレッチを行っていきます。それでは足伸ばしたところから片方あぐら、片方外側にこのような形の組み足にしてもらったら、曲げている方の足に乗せてもらって、ぐーっと横に倒していきながら脇腹を伸ばしていきましょう。まずはしっかりとそのポジションでキープしていきながら、脇腹に静的なストレッチを加えていきましょう。ここから呼吸に合わせてゆっくりと動いていきましょう。吸って戻して、吐きながら斜め横に倒していきましょう。3回目、3。あと2ついきましょう。4回目、4。ラスト5回目です。5。
OK。 今度はそのまま円を描くように回してみてください。ストレッチポールで円を描くように、ご自身のいける範囲で大きく、呼吸は止めずにゆっくりとストレッチを感じながら回してみてください。ラスト一周しましょう。ぐーっと伸びを感じながら、では動きを止めていただいたら反対足にしましょう。片方あぐら、片方は後ろ側に外に倒すような感じで、ではあぐらをかいている側の方の足にストレッチポールを乗せていただいたら、体を斜め横前方に倒していくイメージで脇腹を伸ばしていきましょう。まずはスタティック、静的なストレッチからですね。呼吸は止めずに、いける方はさらに倒す角度を増やしてみてください。あと一呼吸、では呼吸に合わせてさらに深く倒していきましょう。大きく吸って吐きながら斜め前方に、吸いながら戻して、2回目、あと3ついきます。吸って吐きましょう。4つ目、ラスト1回目です。ではここからももについているところを軸にして、ストレッチポールで大きく円を描くようにダイナミックにストレッチをしていきましょう。このように 3D でストレッチを行っていくことで、いろいろな筋繊維、筋肉の繊維にいろんな方向でストレッチをかけていくことができます。慣れてきたらより大きく、よりゆっくりと回してみてください。あと2周いきましょう。ラスト、はい、結果です。皆さんいかがだったでしょうか。だいぶね、呼吸がしやすくなったりとか、肩がね上がりやすくなったりしている方非常に多いと思います。ストレッチポールは仰向けになってね使う方法がメジャーではあるんですけれども、こういった四つ這いのワークの中で使っていくこともできるので、ぜひ皆さんね、ストレッチポール部屋の片隅に置いている方多いと思いますので、引っ張り出してきていただいて、ぜひご自身の体のケアに役立ててください。猫背のアジトでは姿勢改善につながるエッセンスを引き続きお届けしていきますので、チャンネル登録ねされてない方は下の猫ちゃんマークからチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。